ドジャースとパドレスの地区シリーズ第3戦では、ドジャースのファンやビューラーのサポーターたちは彼の期待外れのパフォーマンスに失望感を抱いていた。チームのエース投手の一人であるビューラーは競馬観戦中に腕時計を盗まれるという不運に見舞われ、今日の試合では何度も打たれるという苦境に直面していた。守備のミスが続き、ビューラーとドジャースは6点を失った。試合の最初はムーキーベッツのホームランで1-0とリードしていたドジャースが順調なスタートを切った。 しかし、第2回に入ると、状況は急速に悪化した。この回の最初のプレイで、ビューラーは、ピッチクロック違反で、ボールを取られた。3球目には、パドレスのマニーマチャドに、センターへのヒットを許し、得点を許してしまった。続いて、メリル選手が一塁方向にゴロを打ち、ドジャースに簡単にアウトを取れるチャンスがあった。しかし、フリーマンの送球が誤って、二塁に向かって走る、マニーマチャドに当たり、プレイが乱れた。このミスにより、パドレスは、無視満塁のチャンスを手にした。 ドジャースはすぐに危機的状況に陥り、一塁と三塁にパドレスのランナーが立った。この場面ではマニーマチャドがフリーマンの送球コースを妨害したように見えたが、ドジャースのコーチングスタッフや審判は抗議しなかった。多くの感染者がこのプレーは議論の余地があり、ドジャースはマチャドの妨害行為に対して異議を唱えるべきだったとコメントした。NHK の解説者もこの状況に驚き、ドジャースがこの場面で抗議しなかったことに疑問を呈した。 その後、ロハスは、ザンダーボガーツの打球を処理し、パドレスの得点機会を阻止するチャンスがあった。しかし、簡単にダブルプレーを取ることができたにもかかわらず、ロハスは、二塁に間に合わず、パドレスのランナー全員がセーフとなった。このプレーにより、ドジャースは同点に追いつかれ、試合の流れを完全に失った。その後、パドレスの、デビッド・ペラルタが、二点タイムリーツーベースを放ち、ドジャースの状況は、さらに悪化した。続いて、カイル・東岡が、犠牲フライで得点し、 フェルナンド・タティス・ジュニアがツーランホームランを放って、ドジャースは6-1とリードを許した。この厳しい回を終えた後、ビューラーは怒りに満ちた状態でベンチに戻った。彼は感情を抑えられず、帽子を叩きつけ、道具を壁に投げつけた。このビューラーの感情爆発の様子は生中継され、すぐに視聴者の注目を集めた。ベンチでのビューラーの苛立ちは理解できるものだった。チームに対する誇りと責任感を常に持っている投手として、 試合の流れをコントロールできなかったことが彼を失望させ怒りを引き起こしたのだろう。多くのファンもアンラッキーな打球が彼のピッチングを崩し試合を支配できなかったことに対して同情していた。ファンの一人は今のビューラーの気持ちはよくわかる。相手の打撃が彼にとって不運で彼はその影響を受けてしまったと語った。それでも彼が冷静さを取り戻し戦い続けることを願っている。チームは彼を必要としているのだから。 ビューラーの責任ではないという意見もあった。ウォーカーは悪くない。守備のミスが彼をこの状況に追い込んだのだと語った人もいた。別の人も同意して、ビューラーにとっては本当に不安だった。彼が怒る理由はよくわかる。守備のミスがなければ彼はもっと良いピッチングができただろうと語った。別のコメントでは、このエネルギーの爆発が好きです。 彼の情熱と決意が感じられますと断言されていた。一部のファンは、ビューラーの精神状態が、試合前に競馬場で高級時計を盗まれた事件の影響を受けていると指摘している。それが、彼のメンタルを不安定にさせたかもしれない。ビューラーは、おそらく非常に大きなプレッシャーを感じている。時計を失った後、今日も連続して撃たれてしまい、本当に厳しい一日だった、と、ファンはコメントしている。ドジャースウェイの記者も、ドジャースがビューラーを先発に発表した時点で、 今日の結果は予想されていたと分析している。サイトはこう分析している。解説者がよく言うように、ビューラーは良い投球をしていて、実際に相手打者に内野ゴロを打たせている。しかし、問題は重要な場面で、彼の投球が正確さを欠いていることだ。ビューラーがマウンドに上がった時、私は彼が序盤で多くの得点を許すだろうと思っていたが、その通りに、パドレスが6点を挙げた。 ドジャース A はさらに、ドジャースの問題は、ビューラー個人にあるのではなく、弱体化している投手陣にあると指摘している。このシリーズでは、ドジャースの主力投手全員が、序盤で多くの得点を許し、それが試合を難しくしていると、サイトは結論付けている。しかし、怒りの後、ビューラーは冷静さを取り戻し、第3回にも投球を続けた。状況は不利だったが、彼は、その後の3回で、相手に追加点を許さなかった。 ビューラーは全力を尽くし、5回を投げて、6失点で試合を終えた。試合後、ビューラーは悲しそうな表情をしていたが、冷静さを保っていた。彼は皆が失望しているのは理解していますし、正直なところ、私もそうです。これは重要な試合で、チームは私からもっと良い結果を必要としていましたと語った。自分のパフォーマンスを発揮できず、それが本当に悔しいですと続けた。ビューラーは試合前に競馬イベントに参加したことが、彼の集中力を乱し、 パフォーマンスに影響を与えたという見解を否定した。彼は率直に、競馬観戦が私の試合への集中を妨げたという噂を耳にしましたが、正直なところ、それは事実ではありませんと述べた。競馬は私の趣味の一つであり、試合前の緊張を和らげるためのものです。このイベントに参加することが私の試合準備に影響を与えることはありません。フィールド上でのミスは、試合中の技術的な問題や感情によるものであり、個人的な活動とは関係ありません。 ベンチに戻ってからの怒りについて尋ねられると、ビューラーは、プレッシャーの中での自然な反応だと認めた。あの回の後、私は非常に怒っていました。すべてがうまくいかないという無力感が、本当に苛立たしいものでしたと、彼は語った。今日の敗戦は、ビューラーだけの責任ではなく、ドジャースの守備のミスによるものだ。ビューラーの唯一の執刀は、0-2からタティスへの真ん中への速球で、これが打たれてしまった。フリーマンのミスは理解できるが、問題はロハスにある。 ダブルプレイができなくても、少なくとも、二塁に送球して、ワンナウトは取れたはずだ。しかし、彼は自ら二塁に走ろうとしたが、間に合わなかった。あの時、ワンナウトを取れていれば、結果は違ったかもしれず。スコアは終盤まで午後だっただろう。ポストシーズンでは、ミスを犯した者が敗れる。ロハスは、ショートとしての鋭さを失っているように見える。おそらく、怪我や年齢の影響だろう。ドジャースは、将来的に、エドマンのような若い選手が必要かもしれない。 この試合は審判の判定やドジャースが抗議しなかったことが望ましくない結果をもたらした典型的な例でもある。ロバース監督がマチャドの状況について抗議を決断していれば試合の流れが変わっていたかもしれないという意見が多い。しかしドジャース側が何の反応も示さなかったためパドレスはその機会を生かして優位に立った。それだけでなく一部のファンはドジャースが相手のサインを盗む戦術を使って試合の状況を変えるべきだったと指摘している。 それでも、ドジャースから明確な反撃が見られなかったため、パドレスは試合を完全に支配し、自分たちのペースで進めた。結論として、今日の試合は戦術、集中力、そして、コーチングスタッフの決断の重要性を明確に示した。守備のミスト抗議の遅れが、ドジャースに高い代償を払わせ、パドレスは、その機会をすべて利用して、優位に立った。今日の試合では、1点差まで追いついたところで、ドジャースのリリーフ陣が奮闘したが、打線が力を発揮できなかった。 全てがチームに不利に進んでいるように感じられる。ドジャースがパドレスに2試合しか勝てないリスクが徐々に現実になってきている。ご視聴いただきありがとうございました。コメント欄で話を盛り上げてください。他にも面白い情報を最新で知りたい方はチャンネル登録よろしくお願いします。